月曜パワフルレディオウ。楽屋のうは、南海放送で毎週月曜日19時21時まで放送されている生放送である。パーソナリティは、楽サブローとやの広めの2名である。ドマスタから、毎週公開生放送していた時期は、来場したリスナーにポイントカードが配られるようになっていた。基本1回につき1ポイントだが、雨の日だったり、来場者本人が誕生日だったり、 コスプレで来たりすると余分に加算される。また、その週限定でメガネできたらポイントを倍になったりするというような限定加算もある。60ポイントで満タンになり、番組から何かしらもらえることになっている。なお、公開生放送ではない期間はポイントは当然たまらないが、復活するようなことがあれば、再びポイント加算が始まる。可能性も番組内で何度か示唆された。 また当然だが、仮にカードを紛失したらそれまでのポイントは失効してしまう。なお、2015年現在は、第1月曜日に、銀天街のエルスタから公開性放送を行っているが、特にこのような制度は実施されている様子はない。毎月第4週のみ21時49分まで延長放送を実施愛媛新聞楽屋の、楽屋の、ありがとうございます。